毎週キングコング、はい、お願いします。お願いします。やっと普通に喋れる、はい、あ、そっか、なんか久しぶりだっけ。そう、あれ、なんですか、俺の方が椅子高ない。え、ほんと、なことない、どうでもいいな毎回ここ、いや、デコボココンビでやらせてもらってるから逆になってもって見て、西野さん見て、ほら、俺の方が高いんだよ。いや、どうでもいいわ、デコボコやらせてもらってるけどな、どうでもいいわ、すいませんね、高いところから。とんでもないです、とんでもないです、お願いします。いや、最近ずっとさ、なんやかんやで、なんやかんややったやんか。確かにね、もう幕張からね。そう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 、もうずっと続いたもんね、なんかいろいろね、イベントは。結局、西野は今回のニューヨークは何しに行ってたんですか？俺聞けてないのよ。そうっすよね。なんかバチバチ言ってない？最近それで言ったらば、うん、幕張から、ここまで、今日の今日までニューヨーク2回行ってるから、そやんな、実は。そやね、そうね、1回もニューヨークからどうもっていうのやってないけれど、うん、この間に行ってるんすよ。え、何泊と何泊なの？幕張終わりは結構まとめていったはずなんですよ。なんじゃかんじゃで10日ぐらいかな、行った感じかな。え、2回で、で、2回目は4日、5日ぐらい、5日ぐらいか。いや、だからこれもうえらいもんで、はい、俺も YouTube の方やからさ、うん、常にはいはい、こう毎週キングコングのスケジュールの話をね、はい、木島からこうされるわけ、はいはいはい、いついつに決まりそうですけども、はいはい、みたいな、うん、2連続でさ、はい、ちょっと西野さんがニューヨークに行かれる、その1回来て、はい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 、ほんでその1週間後かぐらいに、はい、次の毎週なんですけど、西野さんがニューヨークドッキリかって。そうなんですよ、これもドッキリちゃうよっていうぐらい、ね、そんなニューヨークって行かないもんね。だってさ、うん、だったら、うん、バスーンって行ったらええやん。そうやねんけど、なんかトラブったん。いやいや、トラブってない、逆やねん。一発目のニューヨークで、はいはいはい、まあいい話が決まったから。それまだ言えないの？いや、そんなこともない。うん、一発目のニューヨークで、まあ、何で言ってるかっていうと、うんうん、ミュージカル煙突町のプペルのブロードウェイ公演。出たらいよいよや。そう、これの、うん、まあ、プレゼン公演っていうのが、投資家の方とかに向けてやるやつが、うん、1月の18日、19日、ニューヨークであるんですよ。もう確定だ。これは確定なんですよ。はいはいはい。で、それの最終調整みたいな、そこでやるものを作らなきゃいけないからね。うんうん、最終調整で行ったのが一発目。それはさ、うん、絶対西野が行かなあかんねや。行かなあかんねん。こればっかりはもう行かない。リモートじゃあかんのに。リモートではね、最初リモートでも行けるかなと思ったけど、うんうんうん、結論無理だった。それはなんでなの？これが面白い話でから。いいね。結局、作り手がそこにいないと話進まないんですよ。まあ、要するに、うん、むっちゃ端的に言うと、ボス出してこいなんですよ。あー、向こうサイド。向こうサイドは要するにね、一緒にクリエイターさんとかいろんな人とせーので膝つき合わせてやりましょうって握るわけじゃないですか。はいはいはい、はい。これが、文化だなと思うんやけど、うん、最初に契約書結ばなあかんねん。例えば僕らやったら酒飲んで、仲良くなって盛り上がって、やっちゃうみたいな。うん、あー、そういうのよくあるよ、ね。要はやっちゃうまでにちょっと、うん、助走がありの、はい、こんなんどうこんなんどう、あ、おもろそうやんみたいなんでやっちゃうじゃないですか。じゃあスケジュール合わせようか。そう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 。っていうノリやな。で、やっちゃってから、なんなら、うん、お給料、ギャランティーは後払い。そうね。終わった後に、1ヶ月後、2ヶ月後に支払われるみたいな。はいはいはい、はい。じゃないんですよ。最初に契約を結んで、じゃないと、とんずらこかれたらどうすんねんっていうのがあるから。アメリカって契約社会。最初、そう、最初に契約結ばなきゃいけないから。ああ、なので、向こうも慎重なんですよ。はいはいはい、はい。時に、煙突町のプペルっていうものをやります。うん、でも、日本から来ているのは、西野ではなく、うんうんうん、西野のスタッフですってなっちゃうと、そのやる気どうなの、覚悟どうなの、こっち人生かけるんですけど、そっちはボス連れてきてないんですかってなるから。おもろいな、それ。そうなんですよ、だからそこなんですよ。それでも結構緊張するんじゃん。いや、だからもう毎回面接、しかも、うん、文化も何もかも違うからね。うんうんうん、言語も違うからね。どうまず格好からちょっとさ、どんなんで行ったらええやろなみたいになれへんの。これが西野は天然でめっちゃモテんねん。じゃないですかね。いや、これは信じれないかもしれませんが、そう、聞いてないんですけど、この感じめっちゃモテんねん。今無理問答やってる？いや違う、どんな格好で行ったんですかって僕は今聞いた。で言うと、西野がそもそもめっちゃモテるから、もう
裸が武器ですっていう。裸が鎧ですっていう。え、これ今会話って成立してる？裸の状態でもうあの戦闘力ありますだから。今のところこ何着てもなんです。情報だけでいくと、はい、お前契約するとき裸で。いや違う違う違う。会話的にはそうだよね。違う違う違う。杉本彩さんみたいなこと言ってるけど。いやそうじゃないですよ。もうナチュラルにモテるんですよ。え、モテるっていうのはその現地のアメリカ人の人たちにも、うん、もうクリエイターさんとかプロデューサーさんアメリカ人よ。そう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 。え、どういうキャラクターとか、うん、なんかこの感じが、なのでそれが分かってるから、うん、別にお洋服はあのさておきやけど、うん、それが分かってるからみんなこいつをいろんな人に合わせに行くんですよ。話が進むから。コツ教えてや。それ知りたい人いっぱいいるんちゃうかな。例えばさ、あると思うね、うん、言うても映画ペラペラちゃうやん。違う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 やん、うん、でももうこの歴史が物語ってるわけでしょ、はい、西野はどうやらアメリカ人にハマる。はい、めっちゃハマる。絶対なんかあると思うね。あのね、まずね、理屈っぽいがめっちゃ質問して、これどういう意味なんですかってやるときに、あ、ゴミ人間ってどういう意味なんですかって言われたときに、言われたら、うん、俺が答えた、答えなきゃいけないけど、うん、そこでってなっちゃうと、あ、向こうからが多いってこと。向こうからのもうすごいね、もう面接みたいなのでそれでこう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 でねって、この回答がいちいちロマンチックである、そして、うん、ちゃんとリアリティもあるっていうのがはめっちゃ大事。それは通訳さんも通してだよね。もう通訳さんもいらっしゃるけど、いない時もある。どうすんのか無理でしょ。ですが通訳さんじゃないけれど、うん、まあ日本の、クリエイターさんも一人いるから、はいはいはい、その人がギリ入ってくれたりだとか、まあ、そういう感じで、そこはなんかそんなに、まあ、通訳さんめっちゃ重要だけど、うんうん、夜飲みに行くってなったらいないからやっぱりそこは。あ、そう、そう、ね、そういうのがもうめっちゃ大事なんですよ。え、マジで？めっちゃ大事。すごい経験してるね。めっちゃすごい経験。なんとなく、まあ言うても単語レベルで話せるよ、あなた。まあ単語ね、部分部分部分それで頑張ると、まあ本当にいろんな人にフォローしてもらって、しかも向こうがフォローしてくれるから、はあ、まあ、甘えちゃってるけれど。あと元気は？元気は大事。やっぱ大事だな。大事大事。いや面白いっすよ。僕43じゃないですか、僕ら。そうですね。43から1年目やるってめっちゃおもろいっすよ。ああ、だから俺の YouTube がそうやったん。ああ、まあ確かに確かに。そうそう、はい、1年目めっちゃ楽しかったし。もっと1年目、それで言うと。え？つまり自分のことは知らないから。そうか。それで言うたら俺、転校生というか。そう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 。隣のクラスの人が来たぐらいな感じ。そういう感じや。だからもう知られてる。隣のクラスの、しかも人気者が来てもうてるから。え、なんて？いや、そんな人気なかったな。ごめん。隣のクラスの5年前人気だった人。が来てもうてる。で、知ってるっていう状態。一番絡みづらいやつだ。こいつ、一番絡みづらいやつ。どう声かけていいか分からない。いや、確かにだわ。見てましたよ、ぐらい。確かにだわ。あんまひどいこと言われてる。どうでもいい、はい。なるほどな。そう、それ。1年生。今から異国の地に行き、うん、何の実績ではまだ何の実績もない、うんうんうん、っていうところに割って入るのって、めっちゃ面白い。それめっちゃ面白いんで、その伝え方いいなって今思ったのは、うんうん、結構さ、もうこの時代、はい、なんかこう講演会とかね、はい、まあ、僕もね、なんかこう質問を受けての講演会やったことあるけど、はいはい、やっぱり言いがちなんて、はい、みんな挑戦しましょうとか、はい、新しいことをしましょう、はい、目標を作りましょう、はい、夢を持とう、これ言いがち、言いがち、俺も言っちゃうんですよ。言うね、まあね、求められるしね、そういうのね、うん、確かに求められたりもするし、うん、ほんまに思ってるし、うん、っていうのもあんねんけど、うん、それやな。それです。答え。それです。言い方。はい。みんな1年生になってみよう。いや、それなんですか。あ、違うか。違うか。え、ちゃう。俺、そっちやってんけど。まあ、確かに、でも、まあ。俺、めっちゃええ言葉。まあ、確かに、確かに、確かに。わかりやすい。わかる、わかるね。もうさ、耳が痛くない。新しいことに挑戦しようって。はい、はい、はい。みんな言ってるやん。はい、はい、はい。じゃなくて、1年生になろうはさ、みんな義務教育を受けてきてるやん。まあ、大体は。確かに、確かに。うん、まあそうね、結構分かりやすいなと俺は思ったな、まあ、確かにね、うん、いいのかもしんないね。1年生、うん、みんな入学してみよう、はい、真っさらの状態、真っさらなかなかないけどね、真っさらな状態のとこに行くって、まあ要は西野が要は前言ってたやんか、その年に1回苦手なことするみたいな、うんうんうん、だからそんなもん1年生やん。そう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 、言うたらそう
本当にちゃんと通用しないとき通用しないから。そういうことなんだよ、ね、そう全く相手にされてないなみたいなこともあるから、うんうんうん、なかなかでも日本じゃもうないじゃないですか。そうです、ね、誰かしらを相手にしてくれるから、うんうん、だからもう燃えるよ。なんかで楽しいね、やっぱり。まあ、これまでのチャレンジで一番難しいのはもう間違いない。でも要契約までいって、でもこれあれやろ、契約交わすまでえらい年月な、2年ぐらいかかって聞いたもんな、一回根回しやったっけ、そんな、うん、そう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 、現場行ってこう街の人めっちゃ大事、めっちゃ大事、それ2年ぐらいかわってやってやっと契約できたわけや。そう、でもいろんな運もあるけどね、うん、でこれが別にゴールなわけじゃなくて、全然全然1月18、19で結果を残さなければ、うんうん、そこで終わりだね、もう。じゃあその契約っていうのは18、19の契約ってことや。そう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 、で18、19でもしも結果を残した場合、はいはい、さらにまた、まあそうだね、あの分かりやすく言うと18、19に、うん、投資家の方が来られるんですよ。そのお金を出す人です、うんうんうん、あの、プレゼン公演、プレゼン公演、プレゼン公演に、まあ、みんな本を持ちながら、うん、まあ、一応劇場でやるんやけど、うんうん、照明とか、それこそ伊地知さんとかにも、うんうん、ニューヨークまで来ていただいて、うん、ちょっとやってもらっていいですかも、ね、そう、わざわざ、わざわざ、わざわざニューヨークまで。伊地知さん、伊地知さん言えてないな迷惑かけた伊地知さんやん。名字ややこないっすか今伊地知さんの名字難しい。伊地知さん伊地知じゃないよ、伊地知さん、はい、伊地知さんね、伊地知さんわざわざ来てくださって、伊地知さんわざわざ、じゃあそうそう、あのチームがまた来てくださって、まあでも僕も不安やから、もうちょい紐解いていい、はい、それおもろいな、はい、投資家何人ぐらい、いやそれがまだわかんないですけど、どうなったら OK なの、うん、要は例えばベタで言うたら、はい、じゃあ10人の投資家が来ましたと、はい、ね、浜木具合とかのイメージね、どうなんで、はい、その時に10人のうちの6人の投資家が手を挙げたら OK とかいうスタイルなのか、はい、まあでも予算が1人でドンって出す方もいらっしゃるかもしれませんし、6人で分け分けするかもしれない、それはもうどういう握り方するか分かんない。だから変な話、クラファンじゃないけど、うん、目標金額があって、そうそうそう、これぐらいの舞台を作ろうと思ったらこれぐらいの予算必要ですよねっていう、そこで集める、すっごいオーディションや、だからすっごいオーディション、1年生やってんなお前、1年生やってる、でこうやって見られてしまうっていう、すごいです、でそこで終わるかもしんないから、うん、それが燃えるね。18、19行くもん、やっぱり行くやろ。え、でも、ね、確か18、毎週金庫もね、なんでそんな面白い潰し方するの一番面白い潰し方確か18、19、連日やったね初の回、生で、2日連続でなんでそんな面白い潰し方すんだろもっといい理由で、重いな、それそう、それなんだ、さすがに緊張すんじゃん、じゃあそうなってきたらさ、まあ、僕が出るわけではないから余計緊張せえ、まあ、確かに、ね、だってさ、頼むぞ、みたいなのね、確かに西野亮廣の性格的におそらく本人出た方が楽な人やと思う、うん、まあ確かに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 、まあでもな、頼むやね、もうそこはことになるから、もうでももう準備だけして、あとは野となれ山となれっていう感じで、もうダメだったらしゃあないなっていう、その野となれ山となれっていうのはどういう意味、いやこれは完全な日本語ですけど日本語ですか、あとはもうなるようになれっていう、うん、もう感じで、もうそれは仕方ないなっていう、もうこれは運もあるから、しゃあねえなっていう感じだけど、ほんでその10日間はそれでやったわけでしょ、そうそうそう、これで日本帰ってきたよ、うん、でもまたすぐ行ったそう、でこれがやっぱ縁に恵まれたなと思うのが、うん、最初の10日間で、まあ要はそのなんかこう稽古とかしてね、うんうん、で向こうの役者さんと散々こう議論して稽古して、うん、で、最終日の前日に、うん、リーディング公演っていうのをやるね、本読みをスタジオでやるね、うん、今度はこういうところで本読みをやって、うん、で関係者の方何人かが見に来られるね、それは投資家じゃないよ、じゃないじゃないじゃん、関係者、関係者、まあこれはリーディング公演の目的は、うん、この場合の目的はどういう反応か見たいっていうだけ、え、どっちが、見に来られた関係者の方の反応を見て、うん、最終調整をまた翌日に控えているから、 あそこ受けたねとか、じゃあ西野が結構重要なわけ、そこはこう見てみて、そう、そうだから反応ずっと、関係者の方の反応ずっと見てて、うん、あそこ退屈そうにしてんなとか、この下り受けてんな、この下り滑ってんなみたいな、もちろん関係者はアメリカ人なわけ、そう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 、はー、でそこにブロードウェイのプロデューサーさんがたまたま来られていて、まあスタッフさんが呼んで来てくださったんですけど、
で、そこで、うん、何この作品素晴らしいってなり、で、もう話がしたいってその言われ、うん、で、リーディング公演があった翌日にまたそのプロデューサーさんがスタジオまで来てくださって、うん、で、ちょっと話しましょうかって言って目の前のスタバ行ってお茶して、でそこで1時間半ぐらい煙突町のプペルとは何ぞやっていう話をすんねん。え、超人 A のこと言うてくれない？知らんわそんなこと。おおおお、来た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 。誰も知らん、誰も知らん、つながった、誰も知らず出ないし。実は相方が、はい、超人 A というやつ。いやいや、じゃあ相方とか言って、で俺はもうアメリカ行くときにキングコング捨ててるビザ出すときに何回も言うけど、キングコングで書いてないから、不利に働いてしまうから、ケツ出してるところ見られたらもうアウトだから。俺は日本のアーティストとして来てるから。え、言ってないの？いや、その海で捨ててる、あの動画の URL 送ってる。いや、やめてやめてやめて、もう成田で捨ててんねん、キングコングは。荷物検査で引っかかってんねん、キングコングは。それで言うと出国できてんねん、キングコングは。あ、そう、そう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 、もう日本の、作家としてアーティストとして行ってますから。相方とか、あ、ドキドキした。あ、もし言われてならどうしよう思ったな。はあ、びっくりしたわ。言われんわ。すごいかな、およそのスタバで。で、喋って、で、次は僕のこと、根掘り葉掘りですね。何をしたい人なのかっていうの。めっちゃ興味持ってくれてる。何を考えている人なのって、これでこれでこれで。もうこんなもんは、得意技じゃないですか。まあ、もう日本でこれどんだけ擦ってきてんねんっていう。この質問にはこれ、この質問にはもうあるから、もうパン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 って返して、で、もう面白いってなって、うん、でその翌日も、夜ちょっとお時間もらえないですかって言われて、夜、お食事行って、また誘われた。そうで、そこでまた喋って、で何、私に何ができるんだっていうこと言われて、プロデューサーさんや、ブロードウェイのプロデューサーが、そうそう、まだここは契約は結んでないけれど、うん、あなたの活動に興味がある、お手伝いしたいから、うん、私に何ができますかって言われたんで、もうこれでや、梶原を紹介する。なんでここでや、マジ。いや、出ないです。あんで、堤下と同じこと言ってます、この人。この話、堤下に言うとき全く同じ反応してました。同じボケ方してました。さすが、やっぱりいる時間長いから。入り方一緒やわ、だから。え、ないの？な、あの、何言うの？で、そこで言ったのは、あの、まあ、遠慮してる場合じゃないから。遠慮してる場合じゃないよ。あの、チームが欲しい、優秀なクリエイターを集めてほしい、合わせてほしいって言って。それだって、お前ブロードウェイのプロデューサーねんから、お前地底食いよね。そう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 、で、分かったって言って、もう10日ちょうだいって言われたから。なんかリアルやな。で、分かったって、10日後また俺ニューヨーク来るから、そう、それ時にその時間作ってって言って、で、2回目のニューヨークっていうのは、それもう、もう毎日1時間おきにそのブロードウェイのクリエイターさんと顔合わせと、あの、ディスカッションをずっとやるっていう何日間をやったっていう。要は紹介してくれた。そう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 、ちゃんとそのプロデューサーさんがちゃんと人呼んでくれてて、うん、この人どう、美術のデザイナーさん、この人どう、この人どう、この人どうっていうのをもうずっと会っていくっていう。2回目のニューヨークってそれ。何それ。それなんですよ、はい、やばいね。いやー、だから別にまだ何もしてない、まだ何もしてないけど。え、でもさ、その4日間かな、行ってね、プロデューサーの方がたくさんの人間、人材をこうね、連れてきてくれたわけ、はいはい、そこで西野の中で、うわ、この人と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 やりたいになったの？何人か、うん、いたし、うん、まあ、僕が前から大好きだった人もいたし、その中にはたまたま久本さん、なんでなんで、なんでここで久本さんとか萬田久子さんとか出てくる。いや、俺なんで久本さん言って出てくるやん、次に絶対この流れから。なんでお前萬田さんとワイン飲んでたの？飲んでたよ。毎回いじられんねん、そりゃ。で、松本さんとどうなったん、萬田さんとって言われて慌てるっていうくだりがあるんですよ。いや、それノリがね、ノリがあるんですよ、それ。いいんすよ、久本さんいない、久本さんいないやろ、ブロードウェイ。いや、僕、あの人コネすごいから。ブロードウェイにはおらんやろ、中野とかにいてはるやろ。中野ブロードウェイの子にいる。ニューヨークブロードウェイにはおらんやん。うーわ、そうやね、もともとじゃあ西野がちょっと気になってる人も連れてきてくださったってこと。そう、やばないそれ。そう、そこ、で、その方から、いただいたラブコール。え、
な、なにぜひしと仕事したいっていうのをいただいて。もちろん西野のことは知らないよね。でも僕が行くまでにも全部、うん、あの映画とかも全部見てくださってて、全部調べた上でそれだから、まあ要はその1時間とか2時間を無駄にするわけにいかないから、うん、もう全部調べてきてくれんねん。はあ、え、それってさ、細かい話、うん、事前に西野の方に連絡はニューヨークに行く前に来てたの、あの人来るよっていうのは。それ行ってから、もうリストを見せてもらって、しびれたんじゃん。そうね、あーあーああと思った。おるって。そう、で、しかも、僕が一番、だから僕が好きだったからってのもあるんやけど、うん、一番その跳ねたんですよ、話が盛り上がった。あ、その方とも。そう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 。相思相愛みたいになってんねやろ、なんかちょっと。そう、そこからでもどうなるかだね。次は、でもそれっていうのは次のあの公演が決まってからじゃないと、はいはいはい、その人はもうぜひやりたいって言われてるし、こっちはもうぜひお願いしますだし、うん、次のやつが決まったらばその人とゴーだね。え、18、19ではないの？18、19はその、あの、それは美術セットデザイナーさんだから、美術セットを組む公演じゃないです、18、19は。照明とかはいろいろやるし、腰なるんですよ、そういうルールが。なんかじゃあほんまにね、嫌な話やけども、うん、18、19でもしもダメだったら、うん、その4日間が水の泡になってしまうってことかもしんないし、ただやっぱ関係ができたっていうのは、うん、やっぱめちゃくちゃでかいっす。あ、まあブロードウェイやないにしても、はいはいはい、どっかでやっ、関係ができたはもうめちゃくちゃでかいっすねそうね、そう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 、確かに。そう、それってさ、そのブロードウェイのプロデューサーなわけやんか、うんうん、こうほんまに俺は知らないからね、はい、ちょっと聞きたいんやけども、うん、そのブロードウェイで舞台を作るには絶対に投資家さんが必要なの？結局、うん、なんかまああまり言うと角が立つんやけど、うん、実際、日本のなんか劇団とかが時々、うん、まあ、あのアーティストとかも時々ニューヨークとかでライブしたりしてんねん、うん、いやそれで言うとなんか、僕もやったわ、ブロードウェイって、独演会もうできたよ。何年か前、何年、はい、ね、やったよね。なんか頭もいったよね。やったやったやった、はい、ね、あれやろうと思ったら簡単なんですよ。かなり前じゃない、じゃあ。かなり前、かなり前やけど、2014年とか、それ15年とか、それぐらいかな。まあ要するに劇場を抑えて、うん、その劇場費を払って、はい、スタッフさんのギャランティー払えば、うん、まあ別にやろうと思ったらできるんですよ。できんねや。できるけれど、それは日本人が来て勝手にやって勝手に帰ったっていうだけの話で、はいはいはい、ブロードウェイの人誰も知らないんですよ。うん、そうね。そうそうそう。で、ブロードウェイの人に知ってもらおうと思ったら、ちゃんとブロードウェイの文脈でやらなきゃいけなくて、まあ、もっと言うと、ブロードウェイの人を勝たさないと意味ないんですよ。あ、なるほど。そう、あの向こうからすると日本人が買ってきて、日本人が言ってしまったら勝手に儲かってでも知ったこっちゃないから、うん、そうだね、あのそんな宣伝するわけもなくて、思い出作りじゃないけども、経験じゃないけども、うん、それでやるんじゃなくて、うん、勝ちにいってるんだもんな。ブロードウェイ の文脈でちゃんと甲子園に出るみたいな話で、あ、そう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 、そうすると甲子園のルールでやらなきゃいけない、その大会のルールで、そうそうそう、その大会に出なきゃいけないっていうことは分かりやすいかな。そうそうそう、か大会以外の甲子園ちょっと貸してくださいって、はいはい、お金払って野球するじゃないですか、はいはいはい、大会に出てちゃんと優勝するっていうことを考えると、それは絶対なんだ。なるほど。投資家さんを入れるっていうのは自分でお金用意したって仕方がない。そのプロデューサーの話じゃないしさ、そのブロードウェイのプロデューサーと仲良くなったから、はい、じゃあ僕が作ってやるよ、やりなさいよっていうことでは絶対ないねや。そのやっぱいろんな人を巻き込んだ方がでかいのはもう間違いないから、一人でこれやるっていうよりも、煙突町のプペルがドカーンって言ったらラッキーっていう人を何人作るかっていう話だから、それが大事なんだよ。それをずっと根回しでやるっていう、こういう話はやっぱりなかなか聞けないから面白い、ね、確かに確かに、やきもち焼いちゃうわ自分じゃな作られへんやん。で、お前がそこでな、ワンチャンあったのに俺を紹介してくれへんかったやん。いや、それはだって戦力ならないっす梶原さんは、ブロードウェイでは。ほんで、なんか聞くところによると、またと、はい、行くでしょ、1月かなんかに。いや、そうそうそう、1月に、あ、それが18、19なんですか。18、19に向けて1月はずっとニューヨークだね。あ、なるほど、うん、そのまたチョーンチョーンじゃなくてズーンって。そうね、まあ向こうで、それ次は18、19に向けてがっつり稽古して、うん、で照明作ってとかやらなきゃいけないから、うん、だからしばらくニューヨークだね。お前なんかかっこいいな、人生。俺かっこいいっすか。なんかさ、そんな、俺お前海外行くとしたらお前サプライズを突撃しないいや、それはそれでいいじゃないですかそれはあの人楽しませてるんですから。いや、まあ、それは素晴らしいことっすよ。すごいね。素晴らしいことっすよ。もう今めっちゃ絶頂に楽しいんじゃん。
いや、あのそれもあるし、うん、あの絶頂に大変なのもある。人生で一番大変なのは今っていうのを言い切れる。あと負けられない戦いっていうのもあるよ。まあそうね。あとシンプルにこれだけじゃないから、うん、今まず映画2本作ってるから、うんうんうん、ニューヨークやりながら映画2本作ってやから、で、絵本も作って、うん、あと全然内緒ですけど、これなんか P 入れてほしいんですけど、毎週やんなきゃいけないんですよ。え、毎週もやんなきゃいけないんですよ。え、やんの、やんの、出るんじゃないですよ。これうまい口で隠してくださいよ。本当の本当の最終決定はやるかやらないかわからないよまだ。え、プペルの、いや違う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 、全然違う、全然違うやつもうやらなきゃいけないです。だからそれが詰まってるから、だからやばいな、もうほんまに今絶頂や。いや、まあ仕事がなんか埋まってるっていうだけです。そう、別にそれが全部うまくいってるっていうことではない。やってるっていうだけ。うまくいかなあかん、ここは勝たなあかんっていう一番あがもういっぱいあるっていう感じ。2007年の M1 より、2007年の M1 確かにあれ なんなら負けて泣いてるからだあの時も確かに そんなことないわって今言いかけたけど、負けて泣いてるってことはあれよっぽど力入れるよっぽど力入れてる。確かにちょっとうまいこと今の隠してまたすんごい話聞いたな。どうするも、まあ、ちょっと俺も忙しくなりそうやな。ほんだな、ぶっちゃけちょっと狙ってんすよ。え、何を？梶原さんのやつ。マジで言ってんの？なんか俺あれ好きやねん、映画やる時も、うん、まあ、前も言ったけど、はい、アフレコで来るみたいな、うるさいみたいな、帰れよっていうなんかあれはもう伝統芸というか、あれは伝統ですから。あれ伝統でしょ。それはあれ5年後も10年後もずっとおもろいやつでしょ、うん、真面目にやる人がいて、うん、ふざける人がいて、このふざけ方が全然おもんないっていうバカ野郎っていう。次俺リムジン5台用意する。いやそういうの5台用意するわ。で真ん中のリムジンで大統領のこうなってるやつあるやん。こうな、 SP に守られた真ん中のリムジンに俺座ってこうやって行こう。あれはね、なんかね、あれ健全だと思うんですよな、コンビであれやってんのってコンビの作品でコンビでそれできるってないからね。そう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 、ほんまにそれいいじゃないですか。番組が用意したとか、うん、そういうことじゃないから、うん、コンビのガチの作品であれ多分キングコングが初じゃないの。なんすか、要は自分映画で、映画とか、あ、相方が作ったものに、うん、ああやって出演して、しかも出演した側が自分のチャンネルを持っていて、うん、あ、まあ、そこで発表するみたいな。まあその昔別に YouTube とかもなかったしね。そうね、うん、ちっちゃい規模では多分相方の仕事の邪魔しに行くは絶対あるはずだけど、まあ、確かにな。その長編アニメーションでとかはなかなかないですよね。いやちょっとまた面白くなりそうです、ね、あれそれはねちょっとやりたいんすよ、ね、まあまあいろいろとね、いろいろと決まったらね。そうね、今こんな話してたらみんな映画やと思ってると思いますけど、いや映画はもう作ってる、もう日本、もう日本同時に作アニメーション日本作ってるから、それとはまだ全然違う。本当ですね。ね、ちょっと俺あれ聞きたかった。何すか、ずっと聞きたかったもん。ください。5周年祭りお疲れ様でしたね。お疲れ様。ああ、ごめんなさい、間違えた。5周年祭りじゃなくて、はいはい、踊るファロウィンやって。もうバタやってもうてるやん。踊るファロウィンって。もう慌てて追い込まれてファロウィンって言ってもうてるし、もう。あれだから5周年祭りじゃないって何回も言うけど。ミスやん。で、慌ててファロウィンって言ってもうてるわ。踊るファロウィン。怖い、恥ずかしいわ。ファイト。つらいわ、もう。もう相方テンパっての見たないねん、もうええ年の。なんすか、やっぱ俺も思い入れがあって。いや、まあそれはそれいいことやわ、いいことやったら今だ、勘弁してくれ。いや、それいいことやと思う、それ言ったわ、ずっつんとそうしたわ、あれはもう5周年祭りもやらせていただいた、うん、踊るゴルバチョフンゴルバチョフじゃないっすよ踊るアロイナイト、はい、俺ずっと来たって、はい、最後にドーンって発表出して、ああ、で、次回っつって、はい、2025年そう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 、俺何にも聞いてなかったから、うんうんうん、バーン出て、言って、うん、俺見間違えたかなと思って、はいはい、2024じゃなくて2025ってなんですよ。そう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 、あれは何かまた計算があるってことなの。いや、そもそも、うん、翌年のだ2024の幕張メッセっても空いてないんですよ、ああいう規模の劇場って。いや、もともとさ
カジサックが5周年祭りやる時も、うん、劇場空いてないっていうところスタートだったじゃないですか。そうだからいいとこの劇場ってもう土日がもう完全に埋まっててっていうところで、あ、そういうことなんや。そういうことで2024はもう埋まってしまっているから2025っすねみたいな。あ、そう、俺はやっぱだから勘ぐってまうよな、ああいうのって。やっぱ西野亮廣やからさ、うん、なんかまたでっけえ発表なのかわかんないけど、うんうん、何かとぶつけてくるから2025なんかなとか。あ、違う違う違う、俺もあれ当日聞いてるから。せやね、だからこれほんまにややこしい話で、別に西野のイベントじゃないもんな。そう、当日の朝のもう5時、4時、5時に伊地知さんから2025やりませんみたいな言われて、ね、そうそうそう、あれちょっと勘違いされやすいけど、うん、西野じゃないから、そうそうそう、あれはキングコントのイベント。お前だけは勘違い、いやじゃあキングコントのイベントじゃないだからやめてください。もうドワーフさんも、いやドワーフさんとショーデザインさんとドワーフさんやったけどやな、ちょっともう謝罪しすぎどれがどれや、わからんねん俺ドワーフさんのイベントじゃないんじゃないね、はい、あれはお前ショーデザインさんのものや。そう、あれが2025、そういうことやったね、うん、ちょっと俺もほんまにまた考えてるから、もしあれやったらちょっと西野さん声かけさせてくださいよ。2024にやっぱり俺チラッと聞かせてもらえないですか。もう言うて、うん、もうそろそろ年末じゃないですか、2023年ね。3もだから今これ放送が、これ配信がいつになるんですか。これは今週の日曜日やから、うん、もしかしたらもう最終1個手前ぐらい今年になるのかな。なるでしょ。だから早いで、もう、うん、じゃあだ次がもう良いお年をとか言ってるから。そうやね、確かにね。どうなんですか、梶原さんの2024も、うん、多少ちょっとそれなんかチラッと聞かせてもらえないですか、触りだけでも。当たり前やないかい。聞かせてもらって。俺はそのつもりやったわよ。ちょください、来週話すわ。面白くなちょっと引っ張りすぎたかもしれない。何ですか。いや、ほんまに、はい、オドハロで俺は来たの、グッと胸に。はいはい、2025って言ってたから、ついね、オドハロはね、はいはい。で、オドハロじゃないけどさ、はい、俺、カジサックでやる。で2024を。はい。で、楽しみ。反省を生かして、うん、はい、もうほんまに、だいぶもっと前なんやけど、うん、何週間も前から動いてる。はぁ、これはもうおかげさまですよ。はいはい、勉強したよ、はい。ね、2023、今年俺ら失敗したのは、3月、4月、5月ぐらいに、急げーって。はい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 、ない、空いてない空いてない空いてない、空いてなかった、幕張でやるよ、やってなったやんか、はい、今回もう動いてるから。あら、え、イベントをやるってことですよ。もちろんでっかい、もうあら、ま、お祭り系やね。あらま、ほんでもちろん屋根付きのでっかいところを、もう楽しみ。目星はちょっとつけてたりするんですけど。どこなんですか、チラッと。今目星つけてるの。はい、隠してください。隠し、何言ってください。隠、これ、はい、じゃあ P 入れてくれる、はい、毎週。いやの、いい、うん、まあ、毎週。わかるよ、わかるよ、わかるわかる。を今俺はちょっと目をつけていて、はい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 、はい、今調整中みたいな。あらまあ。すごいな。でもやっぱりもうすでに仮で入ってんねんよ。はんはんはん。でも仮だから、うん、まあバラしない。まだわからないっていうところであったから、うん、これ素敵じゃない？もしそれが成立したら。はい、西野さんの力また貸してほしいな。はい、あ、俺何するんですか、それは。いや、わかんない、なんか、はいはい、まだ、あね、全然そこは決めてないけど、ね、あ、1個だけお願いしときたい、はい、もうすでに、はい、2024年、はい、もういろいろしたいと思ってて、はい、無限鉄道ちょうだい。いいよよくわかんないけど、あげますあげなんのいいよ、別にこういうのって契約とかいろいろちゃうの。いらない、いらない。無限鉄道をあげる、俺は歌いたい。ああ、めっちゃでもよかったもんね。そう、めっちゃよかった。それはあの冗談で、めっちゃ失敗やったし、あれな。いや、めっちゃよかったよ。いや、泣いたもん。ちゃんと歌い上げたい。泣くのがいいんじゃないですかいやいやいや、歌い上げ、無限鉄道初披露で最終回ぐらい泣くっていうのがあれが一番面白い。いや、でもなんか俺がイベント打つときに、はい、やっぱりあれは歌いたいなっていうのがあるから。でも、うん、もう、うん、待ってる感じはするね。あ、お客さん。あ、確かに。俺、うん、あのちょっと思ったもん、バンドザウルスみたいなやる、うんうん、もうシャレでやってんね、あの武田っていうさ、はい、あの武田さんね、いるやん、うん、で、あいつがバンドザウルスやってて、うん、無限鉄道ちょっと歌いにくないって思ってんすよ。なっていうのは、歌いにくない、歌いにくいっていうのは、あれカジサックじゃないのっていう。あ、もはやそれぐらいになってる感じはするから。なるほどね。そう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 、いきなり違う人が無限鉄、堤下が無限鉄を歌っても、まあそれはそれで歌もうまいし素敵やけど、う
なんかちょっとがっかりみたいなのが出そうだなみたいな。まあ住下は住下なんか無限睡眠みたいな。また感じ変わってくるからね。そうやね、無限の、そうやね、あの無限の方に、あの無限の方に、でも西野が歌う分にはいいや、あれ。いや俺はあんな歌われへんもん。でもあの、うん、いいと思う。なんかちょっとじゃあ貸してもらっていいですか。いやいや、またまたいろいろ相談するわ。はい、お願いします。いや楽しみ。でもなんかお客様でいろいろちょっと動いてるんで、よろしくお願いします。いやでもめっちゃ楽しい。2024ね、2024はもう今のうちに、はい、動いとかなと思って、いろいろ動いてますんで、いろいろやるんですね。じゃあキングコングは来年も、そうですね、うん、なんかやっていきましょうよ。やっていきましょう。でもまだもう一回ぐらいあるもんね。うん、確かに。どうするんですか来週。もう本当に良いお年をなっちゃうんですよ。何がどうするんですか、どういうことよ。どうやって終わるんでしたっけ、あの毎週キングコング。いつも通りじゃない。こんなとこでしたっけ。なんかしれーっとこの忙しすぎてもうぐちゃぐちゃ。特に何もなく、何もないよ。このままやったこともないし、はいはい、このまま終わる。いつも通り終わります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。毎週キングコング。